7月28日の23時54分ですね。ちょっと相場解説の追加が遅れましたけども、今日はずっと売りで取るってことを申し上げておりました。で、売りを仕掛けるポイント、今日は上昇した局面がありましたんでね、もうここのゾーンですよね。ここのゾーンで跳ね返って下に行くことを想定して、売りに入ればいいんじゃないかなっていうことですよね。で、下のゾーンがありますよね、黄色いライン。で、そこを割って、下の方に行ってます。今、105円の007ですね。もうすぐ104円台に入るんじゃないかなと思います。ここで、利確ということで、今日もセルで取れたということになります。それでは、お疲れ様でした。